ウエストイースト、岸和田カンカンベイサイドモールは、大阪府岸和田市にある、ショッピングセンターである。岸和田急行再開発事業地における商業、施設東館、西館として建設され、東館が1997年3月19日に、岸和田カンカン本館、西館が1999年9月25日に、岸和田カンカンベイサイドモールの名称で、それぞれオープンした。 その後、2004年3月20日に、東館が、岸和田館館米サイドモールイースト、西館が、岸和田館館米サイドモールウエストの現在の名称に改称された。開業当初は、大阪府と岸和田市、住友商事が出資して作られた第三セクター、岸和田公安都市が運営していたが、2006年に、大阪府と岸和田市が、固有株をすべて住友商事に売却し、 完全民営化。以降は、住友商事の子会社である、重症アーバン開発が運営を行っていた。2010年には、店舗の入れ替えを実施し、セレクトショップを含む19店を誘致した。2015年12月、開業以来イーストのキーテナントだった、泉谷西岸田店が退店。2016年に所有者は変わり、2017年3月より、運営は、 東京建物子会社のプライムプレイスとなった。2018年3月30日、ウエストをリニューアルオープンし、国内最大級のクライミングウォールやスケートボードパークなど、スポーツに特化した設備を新設した。2019年4月14日に当館が所在する、急行地区及び地蔵浜地区北東部の複数の施設が港足アシス岸として登録され、 当館も構成施設の一つとなっている。カンカンという名称は、岸和田段尻祭りの見どころの一つである、カンカン場に由来する。カンカン場は、大阪府道29号大阪臨海線の岸和田港交差点のことを指す。当館が所在するあたりは1938年に埋め立て造成されたところで、急行再開発以前には、岸和田港の船にをカンカンばかりで測る場所であった。 ことからカンカンバと呼ばれるようになった。ウエストのオーシャンサーカス当間はウエストイーストの二つに分かれており、その下には地下駐車場が広がっているが隣接している有料の平面駐車場も利用できる。モール内にはアウトレットショップのほか映画館や飲食店、アミューズメント施設などがある。イギリスのリバプールを参考にして作られた洋風建築。地上4階建てで 一から三階は吹き抜け構造。ヨーロッパの小路地風の外観で左右に様々な店が並んでいる。アウトレット紫やアウトレットフィールドキュキなどトーモールが日本初出店の店舗もある。三階にあるユナイテッドシネマは旧スクリーンを有しており、関西最大級とされている。シネマ内には映画の爆発音や衝撃音に合わせて揺れるシートや、 障害者席などが用意されている。海際には週末に各種イベントが開催されるオーシャンサーカスと呼ばれる円形広場があり、その奥の阪神高速4号湾岸線、岸和田大橋を望む海辺にはプロムナードが整備されている。その外観はロケ地として評価されており、2003年に大阪フィルムカウンシルが主催したロケ地推薦写真コンクールで優秀賞を受賞。 同地は実際に2001年放映の部長刑事のロケ地として使われたほか、電力会社の CM などのロケでも使われている。地上5階建て。地上1から3階の北側半分に、泉屋の跡地が南側には専門店がある。4階から上は立体駐車場となっている。テナントの詳細は公式サイト内のフロアガイドを参照。 郵便番号596-0014大阪府、岸和田市港、緑町3-1郵便番号596-0014大阪府岸和田市港、緑町2-1ありがとうございます。